マンダラ寺は、香川県禅通寺市吉原町マンダラ寺にある、新言宗禅通寺派の寺院。本尊は、大日如来。四国八十八箇所第七十二番札所。本尊新言、恩浴びら雲ん馬んばさらだど、番号栄華、わずかにもマンダラ拝む人はただ再び見たび、帰らざらまし、農教院、当時本尊、七仏寺、薬師如来、七箇所参り、福六十寺伝によれば、 空海の出身氏族である佐伯氏の氏寺として、水古天皇4年に創建され、当初は与坂寺と称したという。空海が、当より帰国後、将来した了海曼ラを奉納し、大日如来を本尊として安置し、最高、母の菩提寺とし、曼ラ寺と解消したと伝える。鎌倉時代には、ご堀川天皇から治療を賜るほど栄えた。しかし、 A63 年阿波の三好十九によるの陛下で消防、さらに、慶長年間に戦火を受けたが復興している。空海の手植えとされた笠松は、平成14年に、松食い虫による被害で伐採された。三門をくぐり進むと本堂、その手前を左に行くと大指堂、右に進むと農協所がある。全通寺後竹石仏、中山平成29年。 2017年3月12日に、全通寺の御竹の山頂に、市内5火事が5つの靴を設置し、海岸法要をした、七仏寺に関するカテゴリー、ありがとうございます。